スーホの体は傷やあざだらけでした。おばあさんがつきっきりで手当てをしてくれました。おかげで何日か経つと傷もやっと治ってきました。1. スーホの傷が治ってきたのは誰がどうしてくれたおかげですか。おばあさんがつきっきりで手当てをしてくれたおかげです。それでも白馬を取られた悲しみはどうしても消えませんでした。 白馬はどうしているだろうと、スーホはそればかり考えていました。白馬はどうなったのでしょう。二スーホの中でどうしても消えなかったのはどんな悲しみですか。白馬を取られた悲しみです。インド祭インド祭 インドサイは大きくなると体重が2トン近くになります大きなお相撲さん10人から12人分くらいの重さですこの大きな体を支える4本の足は短くてがっしりとしていますそして足の裏はぷっくりとした感じでクッションの役目をしています 1. インドサイの4本の足はどんな足ですか 二トン近くの体を支える短くてがっしりとした足です。二インドサイのぷっくりとした足の裏は何の役目をしていますか。クッションの役目をしています。マレーバクバクもひずめのある動物ですが、指がもみじのように開いています。 トナカイの指が雪に沈まないように開いているのと同じです。水辺に住み、柔らかい土の上を歩くので、指の開いた足はあまり沈まず歩きやすいのです。足の裏はぷっくりとしています。1、トナカイは指が開いているのでどのように歩けますか雪に沈まずに歩けます。2、 バクは指が開いているので、どこをどのように歩けますか。水辺の柔らかい土の上をあまり沈まずに歩けます。サルの仲間は手のひらや足の裏に指紋があります。 指紋は物を握ったりつまんだりするとき滑り止めの役目をします。1. 猿の手や足の指紋は何の役目をしますか物を持つときの滑り止めの役目をします。ゴリラやチンパンジーは歩くとき指を曲げて手をつきます。ニホンザルは手のひらを地面につけます。2. ニホンザルはどうやって歩きますか 手のひらを地面につけて歩きます足の裏にある黒くて丸いものは柔らかい肉の膨らみです歩いても音がしないよう クッションの役目をしてくれますだから獲物に気づかれずに忍び寄ることができます 1. ライオンは足の裏にクッションの役目をする肉の膨らみがあるのでどうすることができますか歩いても音がせず獲物に気づかれずに忍び寄ることができますカギ爪は普段は足の中にしまいこまれていて外からは見えません 必要な時だけニュッと出します。二、ライオンがカギ爪を出すのはどんな時ですか？必要な時だけです。ハリモグラ、ハリモグラの指の数は前足も後ろ足も5本ずつ。太い爪は土を掘るシャベルの役目をします。一 ハリモグラの太い爪は何の役目をしますか土を掘るシャベルの役目をします。普通は花面で落ち葉をかき分けながら餌探しをしますが、土が硬いところではこの爪が活躍します。後ろ足の爪は土をかき上げやすいようにお尻の方へ曲がっています。2. ハリモグラの後ろ足の爪は どうなっていますか土をかき上げやすいようにお尻の方へ曲がっています。春にはスミレ、タンポポ、フデリンド峠から麓まで咲き続けました。蓮月つツ,ツの咲く頃は誰だってため息の出るほどよい眺めでした。 春には峠から麓まで何が咲き続きましたかスミレ、タンポポ、フデリンドウが咲き続きました。秋にはカエデ、ガマズミ、ヌルデの葉、峠から麓まで美しく色づきました。白いススキの光る頃は誰だってため息の出るほど良い眺めでした。 秋には峠から麓まで何が色づきましたか楓、がまガマズミぬるでの葉が色づきました。ですから三年峠を越えるときはみんな転ばないように恐る恐る歩きました。一三年峠ではみんながどうしましたか転ばないように恐る恐る歩きました。 ある秋の日のことでしたおじいさんが隣村へ短物を売りに行きましたそして帰り道三年峠に差し掛かりました2誰が三年峠に差し掛かりましたかおじいさんが三年峠に差し掛かりました おじいさんはしばらく考えていましたが、うなずきました。うん、なるほど、なるほど。そして、布団からはねを切ると、三年峠に行き、わざとゆっくり帰り、転びました。1、おじいさんはトルトりの話を聞いて、どうしましたかなるほど、とうなずいて、布団からはね起きました。2、 それからおじいさんはどうしましたか三年峠に行き、わざとひっくり返り転びました。 そそれじゃゃ私も何かお返ししなくっちゃそうだ掘タヌキの奥さんは大きなカゴにタケノコを入れてキツネのうちへ行きました。先ほどは結構なものをありがとうございました。これはほんのつまらないものですがいただいたイチゴのお返しです。1タヌキの奥さんはどうしなければいけないと思いましたか 何かお返しをしなければいけないと思いました二、たぬきの奥さんがいちごのお返しに選んだものは何ですかたけのこですまあなんて座り心地の良さそうな椅子でしょう おまけにふかふかのクッションまで。それじゃあ、また何かお返ししなくっちゃ。えー、っと、何がいいかしら。と、タヌキの奥さんは考えました。そうだ、このテーブルとテーブル掛けを持っていきましょう。タヌキの奥さんは、テーブルとテーブル掛けをよっこらよっこら持って、狐のうちへ行きました。1 たぬきの奥さんはどうしましたか椅子とクッションのお返しを何にすればいいか考えました。2、たぬきの奥さんが決めたお返しは何と何ですかテーブルとテーブル掛けです。